メラネシア。伝統的なコアメラネシアと呼ばれる部分は濃い、緑色で、広域のメラネシアは、黄緑で示されている。なお、小さな島が見やすいように、薄い緑色の影をつけてある。メラネシアは、オセアニアの海洋部の分類の一つ。むね赤道以南、統計180度以西にある島々の総称。オーストラリア大陸より、北北東に位置する。 ギリシャ語でミューラムダアルファーメラス、黒いニューシグマネソス、島から黒い島々の意味である。メラネシアという用語は1832年、フランスの海軍提督ジュール・デューモン・デュールビルが、ポリネシアやミクロネシアとは違う。この地域の民族的、地理的分類のために使い始めた。今日では、文化的、言語的、遺伝的多様性を正しく反映していないことから、 デュルビルの民族区分は不正確とされている。しかし、パプアニューギニア、フィジー、ソロモン諸島、バヌアツ、フランス領ニューカレドニアなどの国民は、メラネシアという言葉を植民地の歴史を共有し、共通した地域問題を抱える彼ら自身を表現するものとして使っている。2017年の人口は推計で約1400万人である。また、 メラネシアに含まれる国と地域は以下の通りである。メラネシアの民族集団は大きく、オーストロネシア語族とパプア諸語の話者に分かれている。メラネシアの先住民はおそらく今日のパプア系の祖先に当たる人たちであったと考えられる。彼らは数万年前にニューギニア島を占め、放射性炭素年代測定によれば少なくとも3万5000年前には、メラネシアの島々、 おそらく一番東はソロモン諸島やその東の小さな島々にまで到達した。そのことは同時代の遺跡からニューギニア原産の有体類や黒曜石などが多数発見されていることから推定できる。約4000年前、ニューギニア北部やニューギニア東方の島々においてオーストロネシア語族の人々が先住のパプア系の人々と接触したと思われる。 こうした接触は長期間にわたったため、言語や文化、遺伝形質などが複雑に混じり合う変化が生じた。また、メラネシアで生じたこれらの根血の集団の中から、少人数の集団がさらに東に海を渡り、ポリネシアを形成したと思われる。また、メラネシアの中には、ポリネシア文化を保持する地域が、飛び地のように点々としており、生きがいポリネシアと呼ばれている。 赤道付近から南海域線の海域ぐらいまで島々が集中している。メラネシアという名前の由来の通り、肌の色はアフリカの黒人と同様かなり濃い色をしている。そのためかつてはアフリカとは遠く離れているもののネグロイドに分類されることが多かった。しかしながら髪の毛は黒人同様巻き毛ながら強く逆立ち。 特徴的でまた異なった人種的特徴を持っている。現在ではオーストラロイドに分類される。遺伝学的にも黒人とは異なる集団である。メラネシアでは根菜濃厚でヤムイモやタロイモなどのイモ類を栽培し主食としている。英語、フランス語、ピジンなどが公用語となっているほか、以下のような多様な言語が使用されている。部族間の和解で付箋の誓いとして、 カバの儀式が行われてきた歴史があり、歓迎の儀式となりメラネシアなどの太平洋、当初地域に残されている。シティポピュレーション越乱日、2017年1月29日、シティポピュレーション越乱日、2017年1月29日、シティポピュレーション越乱日、2017年1月29日、ン越2017年1月29日、 シティ・ポピュレーション閲覧日、2017年1月29日。シティ・ポピュレーション閲覧日、2017年1月29日。この不自然体、小野林太郎、気候と、自然、吉岡正盛石森大和編著、南太平洋を知るための58章。 メラネシアポリネシア赤子処合2010年23から24ページ日本と太平洋の島国2021年10月31日閲覧ありがとうございます